それでは、時間を来ましたので、藤田さんによる半端な PHP で一番にかけて笑われないコメントがあるような最新 PHP 事情5.6 対応です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、うずらです。よろしくお願いします。もう騙されてた早いね、ブレイキングニュース 5.6 リリースされました。イエーイマジか、このタイミングだよ。で、こちら FC ユーロの、2014の特派員から送られてきた映像です。すごいですね。世界で PHP は役立つと、まあ、ワーニーと書いてあるのめっちゃ気になりますけど自己紹介です。うずらです。八王子です。八王子パールモンが主催です。ピチパーです。お仕事はだいたいメールフォームを作ることです。まず言っておかなきゃいけないことなんですけど、まあ、I love PHP ですよ。正気です。よろしければ挙手をお願いしたいんですけど、 PHP 使ってる人ってどれぐらいいます？いるやんけ、いるやんけ。最高やな。多いね。それ拍手いくらいで、これ、はい、これはい、終わった。はい、すげえ少ね、最高。まあ、ちょっとあの皆さんが PHP を一切使ったことがない人もいらっしゃると思うんで、ちょっと PHP を紹介をします。怖くないですよ。あの PHP はまあ Web に特化して LAMP というありふれた環境が動き、初心者でもいけるゆるふわコード、そういう感じのいけてるものがまあ PHP と思ってるんじゃないですかね。あと PHP 前のみについてはかなりお世話になってる人とかいるんじゃないですか。で、まあ、連鎖場にデプロイ、FTP でデプロイして、関数の塊でできてて、レガシーコードがめっちゃやばい。で、テンプレートエンジン。まあ、こういうのは大体皆さんの印象だと思います。まあ、PHP はテンプレートエンジンかと言われれば、はいとしか言いようがない。生偽生にハイパーテキストプリプロセッサーって書いてあるんで、まあ、HTML 切ったはったするやつですよね。で、これが PHP のソースコードですよ。最高だな。まあ普通に HTML を書いてその中に PHP コードが埋め込めるっていうのはもう本当になんていうか、なんかいろいろやんなくてもいいっていう時点で超ゆるふわで最高で便利そうでしょ。カウンターとか超簡単に作れる。カウンターって知ってます？で、 MySQL の人怒られるかもしれないからここだけの話ですけど、まあ MySQL 生やしたのは多分 PHP だと思うんですよ。それぐらい当時はもうなんていうか PHP と MySQL いい友達でした。最近嫌われましたね。で、こちらがトラディショナルの PHP です。めっちゃトラッド。大丈夫ですよ、怯えないでください。スクリーンから飛び出してきませんよ。で、これがトランジショナルなPHP のことですね。かなりやばい、こうちょっとちっちゃくて読めないかもしれないですけど、まあ PDO を使って、で、まあ、パールで言うとも DBI を使って文字やちゃんとエスケープして出力で、ちゃんと例外を使って処理する。まあこうやってまあこれやるやつはいないと思うんですけど、あの本当は HTML のタグの中にぎっちり埋め込めばそれなりに書けてしまうっていうのがまあ PHP の特徴ですね。で、まあこういう怖い話はここら辺で終わりにしたいと思います。次はあの現代的な、あとね、長谷さん発表を裏返す、帰った方がいいんじゃないですか、ね、まあ現代的な PHP の話をするんですけれども、まあ僕の得意なものはメールフォームですよ。メールフォームが得意なやつが、まあ趣味とか言ったらめっちゃもうディスられることも目に見えてるんで、まあ僕の意見はちょっと横に置いてググってみました。まあ見つからないですよね、残念ながら。まあないとは思ってた。かつて下火だった PHP、 かつて人気だった PHP はやっと下火になったとか、実はスタートアップでは Rails と、Rails というか Ruby と PHP は人気を二分してるとか、にわかには信じがたい情報ばっかりあったので、これは嘘っぽいなと思いました。で、ググった感じ、まあでもこういう感じだったんですよ。オブジェクト指向プログラミングを使い、イケてるライブラリを使ったりとか、最近だとヘロクにデプロイしたりとか、まあ、CI とかもやるよねとか、なんやかんややる。まあなんかモダン PHP ってこういう感じっぽいですよねって感じですね。まあメールフォーマーの僕はあんまりこれ使わなくていい機能結構あるんですけども、まあ多分皆さんはこういうの必要だと思ってらっしゃると思うんですよ。で、まあテンプレートエンジンの話じゃなかったのかと。テンプレートエンジンなんですがね、ちょっとだけ OP とか書けるんですよ。まあ、こういうちょっと読むのめんどくさいに飛ばしますけど、まあちょっとジャンプしましたよね。皆さんなんかテンプレートエンジンの話を聞きにしたはずなのに、なんかオブジェクト指向プログラミングの話を始めて、まあでも結構苦しめられた方 いっぱいいると思うんで、イコールアンドのこととかめっちゃ覚えてる人とかいると思うんですよね。で、まあ論よりなんとか百聞は一見になんとかで、ちょっとまあウェブアプリケーションを作ってみたいと思いますが、ライブではありません。
Windows の人には大変申し訳ないんですけど、 PHP は Windows のなんというか相性がすごく良くないので、でも最近の Mac は絶対入ってるんですよ。マーベリックス持ってる人入ってますよ、入ってますからね PHP 君のパソコン入ってるからね、知られてないですけどね。まあそんなに合わせて PHP を削除しないでくださいで、まあ、最初ディレクトリ作りますよね。これはもう皆さん分かる通りですよね。で、PHP を、まあ、ワンライナー叩くとコンポーザーっていうのが入ります。まあこれ CPyM みたいなものですね。で、まあ WAF をもむろにインストール、まあワンライナーで入りますよね。もうこれぐらい PHP でもできるんですよ、知ってました。で、お好みの板で1個コードを書きます。めっちゃシナトラっぽいですね。で、こんな感じのやつ1個書いたら PHP でサーバーを立てるんですよ。アパッチとかいらないですかね、今。PHP だけでサーバーが今立つんですよ。まあ、プラックアップみたいな感じで PHP-S とかやると、いい感じに開発用のサーバーが立つと。で、ちゃんと色付きのログとかも出るんですよ。おしゃれでしょ、色が付いてる。まあ、余談ですけど、これ HTML の開発にも使えるんで結構便利なんで、ワンライナーで HTTP 起動とかやりたいんであれば、これも結構いい感じだと思います。で、もうできました。ここまで6ステップ、数分ですよ。私が書いたら5分ぐらいで終わるんですけれども、まあ、こんな感じで非常に手軽なわけですよ。で、まあ、もちろんさっき書いた通り、コンポーザーっていうものを使うと、カートみたいな感じでシンパーファイルみたいなのができるんですね。まあ、コンポーザー .json っていうんですけど、まあ、あれのおかげでライブラリをレポジトリに混ぜ込まないような開発もちゃんとできます。繰り返しになりますが、Mac の皆さんは使うことができますよ。分かってますか？まあ、これちなみに伝えても多分誰一人やらないんだろうなと思うとすげえ悲しいんですけど、まあちょっとじゃあさっきの PHP の OOP の話をします。の前にちょっとクラスのロードの話します。パールの人にはさっぱり通じないかもしれないんですけれども、コンポーザーのオートロードって PHP ではかなりインパクトがあったんですよ。それまではもう完全にリクエアワンスを20行ぐらい書くみたいな破滅した世界観があったんですけれども、今はまあオートローダーを使うことによって1行書けばいいみたいな感じになってます、規約に合わせればね。で、オートローダーめっちゃ遅そうだなって思うかもしれないんですけども、意外とオートローダー頭がいい感じになっていて、オプティマイズオートロードみたいなオプションを使うと割と早い感じにしてくれる感じです。で、オートローダー使うのも簡単で、ちょろっと修正すると、そのオートロード用のファイルを生成してくれます。で、カートンとかだとカートン経由で起動することによって、まあ、環境変数や、まあ、リブのディレクトリーやらを読んでくれることになると思うんですけれども、コンポーザーの場合は、まあ、結局リクエアバンスを1回やるみたいな感じになってるんですね。まあ、このおかげで環境変数のこととかあんまり考えなくて済むので、起動については意外とこれで簡単になります。で、規約の話なんですけれども、まあ昔は規約なんてなかったんですよ。みんな好き勝手にクラスの名前つけちゃって、ネットサービスイズツイッターとかめっちゃ長いクラスとか使われてたんですけれども、今はネームスペースを使ってちゃんと切ることができます。まあ、例えばうずら、すら、あ、それじゃない、バスラ、マイ、バスラ、ライブラリーみたいな感じでやって、まあファイルとしてはまあ普通に常識的な感じですよね。想像ができる感じになってます。バスラ気持ち悪いですか？バスラ気持ち悪いですか？で、PSR の話なんですけれども、最近 PHP は規約を頑張って導入しようとしています。PHP FIG、まあ、FIG が策定しているもので、まあ、これによって世紀末フリーダム世界 PHP に秩序をもたらせようとしているということになってます。実際これはかなり重要で、ロガーのインターフェースとか本当に今までなんかよく分かんない感じだったんですけど、なんだろう、すごく一緒になってきて、 WAF とかで使い回しのできる自分のログとか使いやすくなりました。まあこっちの話はまあいいとして、まあこんな感じで基本的な PHP のオブジェクト指向プログラミングをするんで、普通にまあこうやってディレクトリを掘って、まあその中にファイルを置く、そのクラスの名前にファイルを置くっていう感じになってます。かなり皆さんもこれは分かると思います。で、ベースクラスを仮に書いたとしたらこんな感じになります。ネームスペースがあって、まあユーズっていうのはなんというか名前空間のショートカットのためにあるので、特になくてもまあ動くんですけれども、で、クラスを書いて、まあ、プロパティ変数みたいなのを書いて、パブリックファンクションを書くみたいな、これコンストラクターを書いてみたいな。で、継承したクラスはこんな感じになるんですよ。まあ結構読みやすいんじゃないですかね。そんなになんか不思議なことは書いていないので、 Java で書いたことがあれば書けるんじゃないかなと思います。で、ちょっとこれライブコーディングじゃないんで、これを実際どうやって使うんだみたいな話は省略します。で、そういうのを知りたい人は Web アプリエンジニア養成読本っていう最高の本があるので、それを買っていただければと思います。で、パールだと多分こんな感じになると思うんですよね。で、これ長く写すとディスられるんでやめます。まあ PHP の OOP っていうのは、まあ、Java っぽいやつで、まあ、ブレスみたいなのはないんですよ。で、OOP とかの本で、まあ、なんというか
まあ、デザパタだなんだっていうのも割とそのままかけてしまったりとかして、まあ、勉強しやすい感じになってます。つまりはね、怖くないんすよ意外と。あれやっぱり怖い普通の感じで書けるんですよ。 HTML とか書かなくていいんですよ。まあ、普通のプログラミング言語のふりをして使うのが今の PHP だと思っていただければまあ幸いかなと思います。じゃあ HTML どこに書くんだよって話になるじゃないですか。いい質問ですよ何せね、なんていうかテンプレートエンジンであると思う PHP で書かれた別の安全なテンプレートエンジンを使うといいんですねこれは全く冗談ではなくてですね、PHP はいきなり DB 接続とかできちゃうんですよ。 A タグの HF のダブルクォートの中からいきなり DB 接続とかできちゃう言語なんですよ。まあ、そういうのがないと、あとオートエスケープがないので、まあ、正しく安全に使うことは非常に難しいんですよ。なので今だったら、まあ、Twig とか別のテンプレートエンジンを使うべきです。受けますね。で、まあ、とにかく、そういった形で、まあ、OP を普通に書けます。で、PHP の OP の話をちょっと細かい部分の話をしていきますが、このタイプヒンティング、要は引数のところにこうスラ前、あ、バスラ前、バスラクラスと書くと、まあ、その型であるっぽい、そのクラスのインスタンスが来るはずだみたいなことを書けます。で、これを書くと、まあ、間違えると例外があってめっちゃ安全なんですよ。で、静的解析がめっちゃはかどるんですよ。まあ、皆さんはパール使われてると思うので、あんまり静的解析で保管ガンガンという世界は多分わからないと思うんですけれども、意外と PHP の方では保管ガンガンの世界がすごいいい感じになっていてですね。でも、まあ、ちょっとタイピングヒンディングには残念ながらイントとかはなくて、まあ、クラスしかちょっと使えない、あとアレぐらいしか使えないんですよ。でも、まあ、今 RFC、まあ、RFC って言っても、あと皆さんの知ってる RFC ではなくて PHP.net の中にある RFC にはいろいろ書いてあるので、そのうち追加されるかもしれないです。で、ちゃんと独自例外クラスとかあるんですよ。あるんですよ。あ、反応薄いですね。まあいいです。ちゃんとね、こうやって独自例外クラスをスロー入してスローしたりすると、まあ、キャッチセスをいくつか書くと、好きなところでちゃんと自分でゲットしたりとか、あ、キャッチしたりとか、で、余ったやつはちゃんとキャッチできたりとか、あとちゃんとファイナリーもあります。最近これは追加されましたが。Java っぽいですよね。まさに Java っぽい。で、そういったものをサポートするために SPL というのがあります。スタンダード PHP ライブラリー。これはいろんな継承に、まあ、継承というかに使えるテンプレートです。まあ、イテレーターとか例外とか例外とか例外とかそういうばっかりなんですけれども、まあ、例外のクラスとかいろいろ使わなくても、アウトオブバウンドとかレンジエクセプションとかインバリッドアーグメントとか、まあ、そういうものが全てもう存在しているので、そのまま使うこともできます。で、タイプヒンティングと組み合わせるとやっぱりはかどる感じです。で、他にもこんな感じの簡単なメタプロができるようなものも存在していてですね、まあ、ファイナライズもできますし、まあ、ファイナル指定もできますし、まあ、トレートみたいなのも実は存在していて、まあ、Java っぽいことが実はできるんですよ。あ、みんな信じられないのか、嘘だと思ってるのか知りませんけど。ちなみに、あと、オブジェクト指向プログラミングではないですけれども、パスワードハッシュっていう関数が最近追加されまして、ピチパーでも将来にわたって使いやすい安全なパスワードハッシュを使う。MD5 とか使ってる場合じゃない。めっちゃ安全。いや、これでもね、パールの人も結構大変だよ。まあ、ちょっとこれは本当見た方がいいと思う。あと、ジェネレーターっていう、まあ、これちょっと説明するのめんどくさい、イールドっていうキーワードを使ってこう、まあ、クロージャーっていうか 無名関数みたいなくるくる回すのに使ったりするやつとか、あとついに配列リテラルが登場したわけですよ。昔アレイカッコとか書いてるすっげえダサい記法だったんですけど、ついに我々もこういうブラケット書くだけで配列が書ける、最高だ。で、 OP じゃないですけど、さっき言ってた ID によってどういうことができるかというと、もう Java をやってる人には当然なんですけど、こうやってティポが発生したときに、まあ、なんだよこんなもん知らねえよとか、あとクラスがなぜか3つ同じ名前があったときに、これあるやんけもうっていうふうに怒ってくれたりするわけですよ。で、他にも未使用の変数があったら、こいつ1回も使われてないけど大丈夫なんかとか、まあ、こういう感じで、要はストリングとかの A が41に渡せるわけないやろと、そういうふうに怒ってくれたりするんですよ。これでもうコーディングやってる時のイライラがめっちゃ減るんですよね。まあ、要はライブコーディングやるときにこれはかどると思うんですよ。ミスったりするともうめっちゃやばいことになるんで、ああいうところだと。で、何度も言いますけれども、PHP ストームとかでガンガンサクサクコードサジェストしてくれるのは本当に最近の PHP は最高だと思っています。書きながらどんどんシンタックスエラーを教えてくれるので、まあそんなメソッドねえとか、そんなプロパティねえとか、そういうのを教えてくれるので本当に最高です。開発速度がどんどん上がっていきます。まあ、プロは ID とかいらないかもしれないんですけれども、まあ僕みたいな
メールフォーム書く人は橋の中身をこう念力でこう投資とかできないんで、まあ、自然とクラスを作り出してどんどん保管とかしていくと、まあ、メンテナビリティがどんどん上がって最高だなって感じです。でなので、まあ、ジェットブレインかパールの ID が出たら PHP やめるかもしれません。でこれですよ、 PHP5.6 RC4 なニューって書いてたんですけど、一昨日ぐらいリリースされてバスって消してリリースとイエーイって感じなんですけど、いやーびっくりした。まあでもちょっと 5.6 ってマニアックな機能追加が多いんですよ。まあ累乗演算子とか GMP って巨大数を扱うライブラリですね、あれの演算子オーバーロードができるようになったとか、そういうものばっかりで、あと可変調引数記法とか関数を名前空間に入れられるとか定数を名前空間に入れられるとか、あんまりちょっと誰が使うのかよく分かんない感じですね。まあちょっとあと各種制限が撤廃されたのは嬉しいと思います。で余波で PHP5.3 が終了したんですけれども、多分あと10年ぐらいかかるんで、まああんまり関係ないかな。まあなんかさっき話してたマキさん 5.8 が7年か8年ぐらい待って聞いて、で全然ぶっ壊れてないって聞いて本当に羨ましいなと思ってました。でちょっとライブラリの話します。ライブラリ皆さんが大好きな PR はもうどんどん消滅していってます。でパッケージストっていうものとコンポーザー、先ほど説明したあのインストールあパッケージマネージャーのコンポーザーとパッケージストっていうリポジトリが台頭してきています。まあ、パッケージストの RSS がどんどん加速していて PHP のライブラリがどんどん増えてて、ゴミみたいなライブラリもどんどん増えてきます。でまあなんというかベステストパッケージエバーとか書いてあるハローワールドのサンプルコードが上がってきたりするあたりも最高に最低だと思いますね。あちなみにアクメは、まあ、あの PHP のフィールドとしてはアクメっていうのは要は冗談モジュールみたいなもので、あのイベントホールの方にあのアクメモジュールの専門家が書いた素晴らしい資料があるのでぜひともご一読くださいという感じですね。でパッケージストっていうのは、まあ、さっき言った通りリポジトリなんですよ。まあ、NPM とかと似てる感じですね。でコンポーザーから使える感じです。でホストは、まあ、GitHub ばっかりです。で審査とか登録にはそういうの審査一切ないので、さっき言ったようなハローワールドとかあってくることもあります。でこれぐらいパッケージが増えてます。36,772 パッケージ、まあ、どんどんこう右肩上がりに伸びてます。で他のやつと比べてみましょう。黄色がシーパンです。緑がパッケージです。お、勝ってる。あ、やばい、怖い。NPM は何なんでしょうね、これ。本当にバグじゃないの。で、パッケージと監視業結構楽しくて、よくわからんワフとか、よくわからん ORM とか、よくわからんルーターとかめっちゃ入ってきて、めっちゃ砂場っぽくて、まあ、GitHub のスターを見たらいいんじゃないですかね。で、監視業したいのであれば RSS とか、あとこの、コールアンダーバーユーザーファンクっていうあのボットが僕最近作ったやつなんですけど、こいつがずっと延々と新しくサミットされたパッケージを言ってるのでちょっと便利かもしれません。でちょっと監視おじさんのスターリストから、まあ、ちょっと紹介します。全部試したわけではないんですけれども、あのこういうまともなものが最近増えてきました。あのロガーとかテンプレートエンジンとか、まあ、テストこれはまあ有名ですけどテストフレームワークとか、まあ、皆さんLWP みたいなのもちゃんと PHP にありますし、メールを送信するのも最近はよくわからん添付のやつではなく、標準のやつではなく Swift メーラーとか使います。でコード成績解析してスコアをつけるとか、パールクリティックみたいな、あ、パールリントみたいなやつとかそういうのがあったりとか、コードフォーマット修正ツールとか、まあ組み込み、あ、レプルって言うとねちょっと怒られますけど、組み込みより高機能のなんかがあったりします。であとボーアのコンパチツールとかメイクツール、デプロイツールとかそういうものも実はあったりとかして、コマンドラインのツールを書くことも実はできます。で ORM は結構あって、アクティブエコードは確か僕は知っているだけで4つぐらいあります。で、まあララベルとかそういう WAF の中から切り出された ORM もいろいろあったりとか、あと SQL メーカーみたいなものもすでに存在していたりします。でこんな PHP でこれやんのみたいなのも実はあるんですよ。 SSHD って何考えてるんでしょうね。ウェブコーナー叩くの欲しかったらあるじゃないですか。で、あとこれは要はエニーイベントみたいなもので、イベントドリブン の IO ができる PHP で、まあ、WebSocket のサーバーとかも実は PHP できるんですね。で、ここはネタ枠です。最高ですね。で、ライブラリーとしては、まあ、こんな感じでかなり面白いライブラリーとかツールが増えたんですよ。まあ、こんな本当に PHP やるべきなのか、本当に動くのこれみたいなところもあると思うんですけど、まあ、パッケージストは自分でも気軽に登録できるので、まあ、国産ライブラリーもっと増えてほしいなと僕は思っています。で、実行環境の話ですね。 PHP の実行環境はめっちゃたくさんあります。知ってました？知らないよね。で、この中で実際使えるの3つしかないです。本家とヒップホップ VM と全土しか使えなくて、まあ、全土は有料のものなんですね。で、本家の特徴っていうのは、まあ、本物であることと、あのペグルの C 拡張は使えるのと、まあ、安定しているもの PHP がある。で、HHVM は早くて早くてかっこよくて
HTTPD としてプロダクションでも使えて互換性がなくてハックが使えてやっぱり早い。どっちを使うべきかと聞かれたら本家です。で、本家ヒップホップベイも迷う人はそもそも使っちゃダメなんですよ。かなり罠がまだまだあるので、設定の方法とかも全然なんか GitHub の適当な Wiki とかを読むと本当辛い感じになるので、まあ実際でも速度って DB とかそういう外と通信するとこが一番のネックだったりするので、まあ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 って感じですよ。まあ本家でありえないものも実はあんまりなかったりする、まあ、ハックはもちろんありえないんですけれども、でも使ってるとこあんま見たことがない。であと、まあ最近だとランプはオワコンって話があるじゃないですか。まあ NGX と PHP が今時じゃないの、こんなのお客さんの前で言ったらマジ死にますよ皆さんみたいな話があるんですけど、でまあやっぱりアパッチって HT アクセスとか超楽じゃないですか。で、モド PHP とモドリライトの組み合わせってすごい柔軟で強力なんですよ。まあ、FastCGI は URL のマップをするときにものすごく複雑なことを書かなきゃいけなくて頭が痛い。まあ、あと手間もかからないですし、手離れの問題もあって、誰か他の人に押し付けるとしても、アパッチは最高だなと思います。で、NGX は、まあ、やっぱり遅いモバイル相手でさばける量が違うのと、まあ、複数アプリ相乗りしだすといろいろ面倒なのがすごいかったるいっていうのと、あとお客様はどうしても HT アクセスを使えないことを理解できないお客様とかいらっしゃったりとかするので、結構やっぱりだるかったりしますね。あとやっぱり、アパッチだと全部一緒なんですけど、そうやって2つに分けちゃうと2つを監視しなきゃいけないんで、それはそれでやっぱり面倒。で、まあランプオワコンって言ってるんですけど、やっぱり PHP らしく使うにはランプしかないこともあるので、まあアパッチプラスモド PHP は楽でいいですよねってことは、まあちょっと覚えておいてくださいって言っても皆さん使ってないんでしょうけれども。まあ NGX ヒップホップベームはね、意外とね、最悪 PHPFPM っていう PHP のファスト CGI 互換に戻せるんですよ。だから、まあ、NGX 使っててファスト CGI の組み合わせであれば一回ヒップホップベームに変えてみるっていうチャレンジは全然できますね。で、それ PHP っていう話をします。 PHP の欠点は遅いことなんですよ。知ってました？俺は知らなかったな。プラックで、まあ、例えばですけど1000ぐらい回るところで、まあ、50とか300ぐらいしか回らなかったりするわけで、まあ、条件による雑な話ですけど、超超重量級 WAF とかでは一切調整しないと一桁とか面白い感じのことが出てきたりするんですよね。まあもともと軽いワフとかであればかなり速度が出ますし、あとは C 拡張で書かれたファルコンとかああいうのを使えばもっと速いらしいです。ただあまり拡張使いすぎるの私は実はあんまり好きじゃなくて、ポータビリティの都合があるのでファルコンはあんまり使ってないです。まあとりあえず倍とかでは足りないということを覚えておいてください。ちょっとこれを見てくれないか。これはまあ皆さん知ってますよね。わかりますよね。もう理解しましたよね。完全にもう頭の中で実行できますよね。まあ生プラックなハローワールドウェブアプリですよ。で、JSON 返すやつ。で、突然ですがベンチマークしましょう。まあちょっと僕あんまりお金ないんで安い、昨日の和彦さんと違って安い感じでやりましたけど、バルチャーの VPS のプランで、まあ1コアで1ギガで、まあセントスの6ぐらいのやつで動かしました。で、見ての通り和彦さんのサンプルを丸パクリしました。まあ、5.20 の0で、まあ、アパッチベンチで1万で10コンカーネントでやりました。で結果はこちらで、結果こちらです。6225回る、さすがパールだなと。まあ茶番なんで読み上げないですけれども、まあ最近はいろいろあって、まあ、PHP とかだと PHP の武器で LibEV っていうのが増えてきたわけですよ。でこれ使うと、まあ、こんな感じのコードなんですね。まあちょっと PHP にあんまり見えない感じになってるとは思うんですけれども、まあちょっとノードっぽい感じのコードになります。で、これを PHP 5.6.0 ついにリリースされたやつで回してみると、あれなんだこの無様な対話。こんなはずではなかった。こんなはぶられる言語ありえないだろう。いやいやいや、俺は言語を変えない、俺はピッチパーだ。まあヒップホップ使ってみようぜ。レッツゴー、ドンドン、きたやったぜ。どうですか、ついに8000やったぜ。さっきヒップホップ用おすすめしねえって言ってたじゃねえか。手段を選んでる場合ではないんですよ。戦争は火力、パンダの人も言ってた。得意な言語で勝負は決まらん。分かりますか。そんなモルガラね、選んでる場合じゃない。ただこれ実際どこで使われてるかっていうと、これはもうマジでベンチ番長です。本番は普通にヒップホップベームを HTTP モードに使います。リアクト PHP の HTTP ディストはもうサンプルみたいなものなので本番使うものじゃないんです。ここはインチキでした。そんな感じで PHP
ぽいものをファスト C、あ、じゃあね、HHVM のサーバーモードで動かして、こういう非常に PHP っぽいコード、すごくシンプルでいいですね。こういうものを動かすと、いろいろズルを考えたんですけどね、パールには勝てなかった。でもヒップホッププレイはバージョン上がると速度上がったりするので、まあ、いつか勝ちたいかなと思ってます。で、まあ、PHP はそれなりに早いんですけれども、まあ、リクエスト前に全ての世界を破棄するというイミュータブル世界観による PHP の世界観でありまして、まあそれが PHP の特徴なんですけれども、まあ僕的には PHPPM とか ReactPHP をワーカーにしてプロセスマネージャーに超夢を感じているので、こういう話が好きな人友達になってください。でまとめとして、まあ、VPS とローカルの AB なんて計測ことはめっちゃあるじゃないですか。で JSON のエンコードベンチなんてもうちょっとマシなベンチが欲しい。まあ実際 Twig とかであればテンプレートキャッシュも効きますし、 PDO もちゃんとパーシステントコネクションがあるので意外と早いんですけれども、いいサンプルアプリを両方いい品質で書けるのが僕はちょっと無理だった。で、まあ、実用的なものじゃなくベンチマンチを使って何の意義があるのかと言われると、やっぱりチャレンジしたいという強い心意気があってここに立たせていただいたんで、まあまあそこら辺はご容赦ください。実はですね、風ブロパラメータをオフにすると勝ってたんですよ。オフにすると5000ぐらいしか回らなくて、勝ったなってめっちゃ思ったんですけど、いや上の LT の後良かったですね。赤っ端を刺すとこでした。まあ風ブロさんには勝てなかったんですよ。まあそれ PHP っていうと、それはもはや PHP テンプレートエンジンではないということですね。皆さんこれを覚えてください。でまとめのまとめです。PHP は、まあ、ウェブ向けであればもうすごい手軽なんですよ。Java っぽいコードを書けばそれで済むんです。今なら道具もかなり揃ってます。特に IDE の交換が結構強力です。フリーなものでも NetBeans とか、まあ、PDT、Eclipse とかありますし、で、今風の書き方もできますし、皆さんならいいコードが書けるでしょう。ダークサイドに落ちなきゃいいだけの話なんですよ。分かってます？で、あとズルすれば結構速度出るんですよ。ReactPHP がシャレみたいなことを言いましたけど、意外と使えないこともないっていうのはあるんですね。で今回初心者向け PHP の話とかそういうのは一切しなかったんですけれども、やっぱり初心者には向いてるとは思います。ただいいコードを書ける言語ではないっていうのはまあ事実なんですよ。特に WAF とかなくてもできちゃうので、レールが一切ないんですよ。まあ、そうなるとあっさり崖から落ちるっていうのはもう目に見えていて、そこが PHP の欠点といえば欠点なのかなと思っています。まあでも皆さんなら研鑽を重ねていい PHP を書けるはずなので、全員 PHP になってくれたら俺は最高だなと思います。さてこんな PHP を覚えたいなら、まあ皆さんは経験者ですから、まあこの PHP The Right Way ってやつを読めば大体皆さん僕を超えることはさっさとできますので、まあさっさと読んでいただいて、さっさと超えてほしいですね。で海外の情報を基本的に集めるべきだと僕は思います。ググった限りだと、まあ、海外も結構すっとこな情報多いですけれども、あとまあ基本的に以上なんですけど、時間は余ってますよね、13分。質問したい人います？はい、新平さん、後でいいですね、あなたは。わかります？いないですね。じゃあちょっとこっちの話します。こんなのは、おい、これ来ちゃいかよ。やっぱな、これだよな。分かってた、今まで言うな。こんなの暗黒かってピチパンにすれば息をするのに避けてるようなことを言いますけれども、まあ、この間パールモンゴに話したらめっちゃ受けたんで、自動変換の悩み、もうやめてくれ。有名な PHP の自動変換ですよね。皆さん PHP クソだって思ってますよね。いいね、そうニヤニヤした顔、完璧にもう笑顔だ、もう笑顔のあふれる感じになった。まあ、あんなもん使わなきゃいいんですよ。全部こんな風に書きゃいいじゃないですか。まあでも関数の中のマッチはちょっとイコールイコール使ってるところとかあって、ちょっとうーんって感じがあるんですけど、まあとりあえず1がトゥルーとかありえない世界観じゃないですか。あ、怖いの、誰も笑わなかった。めっちゃ怖いなこれ。まああと、まあ文字列の連結とかすると、まあ頭の方になんか数字っぽいものがあるとそれだけを拾うっていうダメな感じの、まあギリギリ許されるか許されないかみたいなキャストかなと思いきや、2文字目が E とか X だとこういう感じになってしまって、非常に辛い感じになり、泡を吹いて倒れるパールモンガーがありました。はい。で、自動変換とは違うんですが、シンタックスが微妙な例があって、これは普通じゃないですか。まあなんか普通っぽいですよね。で、こうすると突然エラーになるんですよ。冗談でしょ。まあこれドット1は数値リテラルだからね、文字列連結じゃなくなっちゃうんですよ。ダメでしょこれって。まあ皆さん今もう現在脳内 PHP 最悪ですね。かかったな。かかったな。パールだってこれできるんだよ。
あとね、この余談ですけど、こういうことやって、ああ難しいですね、言語って。やっぱりこういうこと書いたら NG になりますね、パールでも。はい、でスプリット悩み、こういうことよくやりますよね。 PHP でこれどうやってやるか、まあ、エクスプロード使うけど、まあ、使えなくて、スプリット使うけどこれも微妙に使いづらくて、まあ、マルチバイト非対応で、 MB3R スプリットってあるんでしょって言ったら実はなくて、もうなんか MB スプリットとか本当によくわからん感じの関数で、まあ、Eレグっぽいから使えなくて、 PHP.net 見ると1文字ずつサブストリングして配列回せばええやつ一番上に来てて、アホか使い物になるもんばっかりや、あかん。まあ、正解は Pleg スプリット使うもんで、こんな感じで書けば、まあ、こんな感じになって予想通りの期待通りのことができるようになってます。まあ、なんか長くない後ろの方のマイナス1とかいらないんじゃないのと思うんですけど、これを外すと気候に走り出しますマジよくわからない。なのでこれはやっぱり必要なんですよ。他の言語だったらこんなすぐ書けるのに、どうしてこうなったかめっちゃわかんないし、例えば JSON エンコードもいい感じの長いオプションがあってですね、最高だなって思います。あと返り値の謎、PHP にも返り値ありますよ、当然です。まあ、シェルに戻った時にね、返り値見たいですよね。これ正気ですよ、0と1が変わります。ちなみにこのエグゼットとダイはエイリアスでどっち叩いても同じものが出ます。まあこんな感じですよね、わかりますよね。でこれがですね、こうなるとこうなるんですねこうなるんですね。あそこステータスの文字列の場合にはステータスを表示するんですよいいですね。じゃあこれは、うわまあこれは数字にキャストされてるだけなんですけど、普通やらないよなみたいな。はい、あと PHP.net、 さっきちょっとちらっと見せましたけど、クソい情報ばっかり載ってる最高のサイトなんですけれども、あ、上の方はマシですよ。ユーザーコントリビューテッドノートから下がちょっとやばいというだけで、まあなんていうか、ちょっと最近 PHP.net ってかっこよくリニューアルされたんですよ。その時に少しここの部分が対策されました。色が薄くなります最高だなはい以上、氷山の一角でしたまあ危険 PHP をですね、訓練されたピチパは書かないんですよ。安全 PHP を書けばいいんですよ。疑ってかかれば大丈夫だし、まあ、ピーレグスプリットとか暗記すればいいんですよ。まあそんなのでも覚えたくないですよね。はいはい、特にコメントはないです。以上でしたどうですか、こんなゆるふわな暗黒回し最後にやっちゃったがゆえに、なんかもう二度と触りたくないと思ってる人いそうですけれども、まあまあまあ、一人でも PHP を使ってみたいと思っていただいた方が使っていただければ幸いですし、トークの投票は好評だったら来年はこの黒いとこだけやるみたいな話もあるかもしれません。それは PHP カンファレンスやってくれって話は全くそうだと思います。で、ご清聴ありがとうございました。八王子 PM の方で、こういうよくわからない話をしばしばしているので、ぜひとも皆さん来てください。で、他に質問ありますでしょうか質問ある方、アランさんは後でいいんじゃないかないや、いいですけど、いいですけど、どっちもいいですけどあ、じゃあダンさんからお願いします。はい、大体人はエリアスってなってましたけれども、ではレイアウトマークするときとかっていうのは関係になるんですかっていうのは何ですか。もう一回マークとダイヤルで言うのか、あー、イーバル的な世界観ですか。そういうややこしいのなくて、トライとキャッチの中でスローすることだけしかできません。あそこでエグジットするとプログラムは、プログラムというかプロセスというかリクエストが終わります。ああ、そうか。はい、じゃあでも多分ダイでそれをできる方がおかしいと僕は思うんですけどはい、じゃあプロセスをまたいでたりすると結構、ああそういう世界観 PHP ないんで大丈夫ですはい、トライデンスパイティが普通に言語機能として組み込まれてるのがすごいやっぱり普通の言語でいいなと思うんですけど、はい、すごい PHP 書いた時に困ったのが、はい、言語機能的にトライデンスパイティではあるんだけど、標準の関数がレイヤー入ってほしいわけに、レイヤー入ってくれないんですよ いい質問ですねちょっとじゃあスライド進めてみましょうかエラー処理の闇というかしよう、もう読まれてんだよ。ちなみにこれは仕込みではないんで安心してください。これちょっと仕込みではない、仕込みではない、仕込みではない、
仕込みでマジで仕込みでない。これ急いでいきますよ。 PHP のエラーはスタートアップエラー、自己時エラー、例外があります。で、自己時エラーはよく PHP のサイトによく出てきているやつです。これは画面に出す出さないができたらエラーの設定ができます。で、エラー消せました、シェアしますっていうやばいやつがあって、あのディスプレイラーズで画面から消すだけだともうエラーログが数ギガになったりするんで、すげえ面白いですね。まあそういう方々が無視するにせよ、パールのユーズストリクトワーニングスがないのはめっちゃ不便だと思ってます。で、ないなら作ろうってことで、これを設定するとエラーが来たら死にます。最高の世界観だ。エラーハンドリングの仕様の話なんですが、自前のエラーハンドリング関数が登録できるわけですよ。これポイントですよ。ってことはこれで例外に変換できるんですよ。こんな感じで例外に変換だ、イエイ、やった、これで例外に統一できる、やったぜ、これで完璧か、自前エラーハンドリング関数は作れたし例外に変換できた、これで制覇できたか。こんなわけないですね。フェータルとかパースの強いエラーはそこで死んでしまうんですよ。例外に行けない。そしてさっきのエラーハンドリングの関数も呼ばれない。白い画面が出てお客さんはおこだが、しかし闇はもっと深い。レジスターシャットダウンファンクションという関数がある。これに登録するとスクリプト終了時に必ずコールされる関数を登録できる。そこでフェータルで死ぬ時もなぜかこいつは呼ばれるんだ。そこで最後のエラーコードを見て、エラーっぽいならエラー処理をする、何を言ってんだこいつはみたいな解決策をした結果はこちら、イエイ。こういうことを書いて呼ばれてゲットエラーラストで前のエラーを引っ張って中身を見てやばい感じだなと思ったら、そこでエラーをうまいことすればいいだけなんですよ。わかりましたか、新平さん。わかりました。よし、ちなみにこれ正常終了時も無駄に呼ばれます。やってられるか。あーでもこれやるんですよ、定型だから。まあ PHP のエラー処理を真面目に書くのはしんどいし、別にそこでいきなり題しても白い画面が出るだけで、元 PHP は全体死なないってすごい安全なものなんで、もう死ねばいいんじゃないかなと思います。そもそもあのファイタルとか自分のコードが悪いことがほとんどなので、まあ頑張ってくださいって感じです。まあでもやっぱり例外に統一してほしいなと僕は思ってますし、まあエラーハンドラでフェイタルも扱いたいなって思ってます。はい、どうぞ。他に何か質問は。え、もうちょっとネタ見たい。質問ないですか。え、もう終わらせたいの。なんてください、あと4分あるよ。仕方がないな。じゃあちょっと他のやつやるか。ネームスペースがバスラー区切り文字ということは、こういうコードが可能なので、こういうコードが可能なので Windows ではこうなります。これ見どころはあれですよ、あそこの最後のダブルコート閉じてる前に円があるのに、これはバリドだというところですね。最高の世界観だ。これは MS ゴシックの人は大変だと思ってます。さあ他に質問あります。ないんですか。じゃあもう一個やりましょうか。ですね、パターンマッチで闇とも言いづらい闇がちょっとあってですね、まあこういう感じで、まあわかりますよね。まあ、こんな感じでこうキャプチャーしたいときあるじゃないですか、よくありますよね。これめっちゃ目に見えるんですけど、だからこれピーリングマッチ使えばいいんですよ。まあこれで第三引数とかに、まあこれダラランダーバーって書いちゃいましたけど、まあ普通の名前を普通ピチパーつけます。で、まあこんな感じで、まあパールのダラープラスみたいな感じになるわけですよ。まあ良さそうですよね。でもダメかもしれないですよ。いきなりこのダラランダーバーを渡しちゃってるので、静的解析ツールだとそんな変数ないよって怒ったりするんですよね。非常に悲しい感じになるので、こんな感じの折衷案をよく書いたりする羽目になります。非常に悲しくてダサいですね。はい、つらい。え、で、質問ありますか。あ、ないんですか。ないんですか。ないんですか。ないですね、そこでなんか言われるのすごい厳しいですね。仕方がないな。どこだっけ。まあいいや、もういいや。あ、これ宣伝で終わります。ヤプシー登壇者3、あーでも今回まああの人は司会という役で登壇している人と、これの前にやっていたインフラエンジニアの、斉藤さんと私と、そこにいる菅正夫っていう人が書いてる、まああの人パルビーパーフェクト、違う、ルビーパーフェクトルビーを書いてらっしゃって、後でボコるといいと思います。で、そういった方々が書いてるウェブアプリエンジニア養成読本というのがありますので、こちらを見れば、Ruby とか PHP とかの、まあ、なんとなく最初のウェブアプリケーションをブーストストラップ的に書くっていうところを、なるほどなって感じで一通り見ることができますので、ぜひともこちらを見ていただければと思います。
まあそんな感じで以上ですかね。ぴったりそうそう終わりそうですがね。お質問ありますか。ないですね。なんかみんな引いてるわ。面白いです、ね、じゃあご清聴ありがとうございました。ちなみにこのスライドは200枚でした。